ここまで来たのこの後が、すごい50、60センチぐらい、うん、そう、そうそう、60センチぐらい、あの業者さん買ったら57センチだったから、うーん、で、ここシャッター閉まってたんだけど、うん、前からガーってお水が入ってきちゃって、隙間から、うん、で、あ、やばいやばいと思って、下にあるものを上にテーブルの上にどんどん上げてたら、うん、今度後ろのロック、下側にあるロックを乗り越えて、後ろからも入ってきて、うん、今度こっちのものを上に上げてたら、今度排水が溢れてきて、中からも水が溢れてきちゃって、もうそうこうしてる間に気づいたら膝ぐらいまで来てて、もうちょっとやばいと思って、カバンだけ持って、あの3人一緒に裏にある階段を上がって2階に行って、もう何もできず見守るだけ。それって何時ぐらいだったんですか？朝の5時半から6時ぐらい。もう気が動転してて、うん、もう何をするかとか考えられなくて、もう目の前のことをしてたら気づいたら膝まで水が来てたっていう感じ。冷蔵庫とかも中のもの全部処分で、このオーブンも下の部分が全部アウト、水没。でもこのオーブンの庫内までは水は来てないので、下の、ボイラーだけ交換で、これは済んだんですけど、あとはもう今ちょっと点検してる最中で、全部買い替えってなっちゃうとね、もう結構保険でも間に合わないぐらい足で。畑もちょうどね、今大根種まきして、おろ抜きが結構、抜いたやつ、間引いたやつがこう近所の人に配ってるとか、みんなそんな感じなんで、そういうのが全部こっち流れてきちゃう。あと種とかもね、今まいた種もみんな流れてきちゃう。泥だらけ。僕が来たのはだいたい5時前ぐらいに来て、もうその時点ですごい雨で、ね、でも車は全然走れる状態だったんです。僕も車で来たんで、あ、すげえ雨だなと思ったんで、もうそこまで溢れるのに30分ぐらい。そのまだ僕が来た時は全然平気だったし、スタッフも歩いてきたんで5時に、だからほんと30分から40分で急にもう溢れてる。もう見る見る、でも雨がちょっと小雨になってくると引いてくるのも早いんですよ。どん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 引いて、あ、よかったと思って、でもまた降ってくるとどん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 上がってくるんです。その繰り返しで、でお店に入ったのは8時とかそのくらいだったかな。でも泥だらけで、もうとりあえずもうスタッフも風邪ひいちゃうといけないので、とりあえずもうみんな一回家の方が大事だから、やっぱ家帰ろうって、家帰ろう。それからもう道路なり天気なり落ち着いてから来たんですけど、もう手に負えない状態で、あ、これがあります。ちょっと待って、この並びのお家とかはやっぱり床上まで来ちゃって、あ、これね、うん、でまたおばあちゃんが一人暮らしとまでも、うん、たまれなくて、だからもうみんなもちょっと手伝ったりしてるんです。このまま行くよ。でまた周りの人がすごい、あの近所の人も何か手伝うことないっていう、いろいろ回ってくれたり、市とかが何もやってくれなくて、ゴミは持ってってくれたんです、うん、でもそういうやっぱこのってもうマンパワーで、人がいたらいただけていいじゃないですか。だからもう何やっていいんだか、やっぱみんな分かんないじゃないですか、この時どうしていいか。だからそういうのをね、なんかこう分かったり、こう、こうするといいよっていう人が、ね、市からこう指示してもらったりとかだと、すごい心強いんですけどね、まあ、市長も誰も来ないので、全く、ね、見えないんです。ここだけ
け一番こうくぼんでる部分が、だからこの辺でたまりやすいらしいんですけど、ここまでっていうのはやっぱり周りでも初めて。対策って言っても家も動かしようがないんで、店もね、できることって言ったらもうコンセントを上にの位置にしておくとか、下の部分にこうなんか濡れたらダメなものを置かないとか、どうしてもそれでも限界あるんで、で土のと思ったんですけど、もうね、あの壁じゃないともう無理なんで、土のが役に、土のを積んでも大体積めてまあ50センチぐらいじゃないですか。もう1メートルは全然こう優に超えてるんで、もうそうなったらもう土のも、ね、限界があるんで、だからもう軽いパニックになって、もう判断ができない、その瞬間になる。だからもうお金で買えるものはもう全部もう何でもいいから、大事なカバンだけね持って、あと連絡つかないといけない電話やその辺だけ持って、あとはもう避難しました。お金で買えないものだけ持って、お客さんにもらったなんかね、お手紙だったり、あの大事なデータやレシピとか、そういうのはまあ全部どっか行っちゃったんですけど、それはやっぱお金で買えないんでね、そういうのはちょっとショックだなと思いましたけど。大きなこの戸が、この戸がもう今も斜めなんですけど、この戸が流れて向こうの奥の方に転がってたんですよ。この大きいのが、うん、これ中も入ってる。で中も入ってて、うん、今掃除したんですけど、中に入ってた小麦、あと30キロのグラニュー糖とか、どっこ行っちゃったかわかんない、どっか行っちゃったんで、でここにもこのくらいの物置があったんですけど、それもどこ行っちゃったかわかんないんですけど、見える限りのところにはない。だから多分ここの方に行っちゃったか、もう分解されてどっかに部品部品でどっかに流れていっちゃったか。あそこの白い壁見えます、ね、あそこに下に線があるじゃないですか、あそこまで。だからこのブロックの U に加えて店に入ってきちゃったんですよ。あの侵入禁止って書いてあるじゃないですか、あの下の文字の下のところまで来ました。で1台車がその当日入ってこようとして、もうこの途中で止まっちゃって、運転手さんはもう出て逃げて、車はそのままレッカーされてました。そこにカインズができて、そういうのって対策が取られたらしいんですけど、今回ぐらいの雨量になるともう全くそれも機能してなくて、それじゃ間に合わなかったんです。だからまあ一応対策はある程度はやったらしいんですけど、結構それじゃ無理だってことなんですよね。だからさらにもっとやらないとダメ。もうまあ消毒を終わって、できればこの週末の3連休には間に合わせたいなと思ってるんですけど、もうスタッフもずっとノンストップで休みなくやってくれてるんで、ちょっと休ませないといけないかなと思ってるのと、まあペンキとかがね、夜中まで僕がやってどこまでできるのかなっていうのが、なんとなくぼんやり見えてきたんだけど、まだどっち転ぶか分かんない状態ですね。これでね、また休むってなっちゃうと、週末もう1回休んじゃってるんで、3連休またお休みってなっちゃうと、もう売り上げ的にもね、ちょっと困っちゃったな。友達もなんか募金活動してくれたりっていうのはちょっと耳に入ってるんで、でもね、やっぱりありがたいけどね、そういうのだけど、まあそれがどこまで機能するかっていうのは全く未知数だから。